ケアンズ国際空港は、オーストラリア連邦クイーンズランド州ケアンズに存在する空港である。ケアンズを発着する、国内線、国際線のほとんどを取り扱う空港である。開港は1984年で、同空港は、クイーンズランド州配下のケアンズ港湾局が所有、運営する、ジェットスター航空とスカイトランス航空が、ハブ空港として利用している。フットノッツ。 イコールソース、エイプ・エン・ローテ、サプリメントパッセンジャーエアクラフト・ムーブメイツ・フロム、ザ・デパートメント・オブ・インフラストラクチャートランスポート、ハット・シルクエア、2015年5月末からシンガポール、ケアンズ船に就航フライティム2014年11月6日付、ハット・ウィルソン、ニール、タイガー・エアウェイズ・ゲッツ・グリーン、ライト・フォーマー・フライツ、ヘラルド・さん、 https://amp.heraldsun.com.au, business, t i ウェイ airways gets green light for more.flights, news story, 7418,282, アブクブ 0659C3C6I 3594A5BBB82021 年7月7日、閲覧。ユナイテッド航空が、ケアンズ撤退。 世界一周旅行に影響か。フォトリップ。https コロンスラッシュスラッシュ photrip-guide.com スラッシュに0 1 5スラッシュ07スラッシュ25スラッシュスラッシュ2021年7月7日閲覧。U Books Kens ケアンズインターナショナルエイプローテサプリメントフロムエサーバセスオーストラリア エフェクティブ1102010エアポートトラフィックデータ。ありがとうございます。